はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、7月のお休みの報告動画になります。7月、もう今日18日にはなってはいたんですけども、今週末22、23、24と、あと来週末も29、30、31と、ピースですね、イベント出店のため、2週ともに、3連休の予定で休ませてもらいます。今日は18日、21日まではね、通常通りの営業でやってはいるんですけども、22、23、24お休みいたします。来週も25から8まではね、28までは通常通りの営業でも、月末29、30、31はお休みの予定でございます。ほんで今日はね、とっても暑いんで、私の可愛いおいっ子にね、今からちょっとご褒美をやろうかなと思って、今そっちの方に行きます。はい、そうしましたら、ガクトがいた。おい、ガクト、ガクト、お、暑いな、暑いな。今日は今から、お祭りの準備に向かいます。ピースの、今週末と来週末3連休の今これご報告動画なんですけど、はい、で今からテント積み込みとか、ね、あの金魚すくい屋さんとかやるのに準備すっぺ今からな。で、はい、トラックと、はい、あのクリッパーパンと持って今から準備に行きます。で今日はな、おめえかわいいから、はい、おめえのためにな、はい、ちょっと胃の準備してから、何すか、かわいいな、まあいいからついていこう、行くぞ。はい、はい、とりあえずね、今ガクトと一服しながら遊んでたんですけど、はい、今からこれをお祭りの準備に今から崩していきます。はい、ね、仕事も一生懸命やって、遊ぶ時も一生懸命遊びたいと思います。もうちょっとしたら片付けしながら段取りします。お祭りの準備、お祭りすぎなんですよね。大好きでさ、本当にこう、これもそうなんですけど、まあこれはね、お祭りでもないけど、自分のところでただ遊んだだけだけどね、もう大好きでね、こういうことやってるのがさ、露店の仕事とか本当に大好き、もうたまらないですね。あ、ついでに私の金魚をちょっと見ようかな。金魚、よいしょ。これが私の、はい、これは鯉です。鯉、今年の春に生まれてる鯉ね。あれ、でもハジギモンの鯉ってやつ、選別されたやつね。選別されて、あのいらないわってされた鯉たちあるんですね。でも全然魚としてはしっかりしてるからさ、金魚すくいの
中に入れようかなと思ってこんなやつ買ってました。こういうたち、これはこれも鯉だな。これ鯉とあと玉サバって、これ新潟の方の近所ね、鯉と一緒に可愛い魚入ってるのね。これランチュー、これちょっと空いてんだけど、これランチューね。これも今年生まれるランチュー、はい、あとはこれは、これはペットショップ行った時にショートの龍金いたんですね。上から見てよく分かんないか、これゴロッとしてさ、まん丸でね、これほんとまん丸可愛くてさ買っちゃいました。でこれは金魚すくいに入れる、ちょっと大きめの魚のコメットね、可愛いべした魚、大好きでさ私。まあ高価な魚はいないねあくまでも本当に私の金魚すくい用の余った魚などが入れてるだけです。メダカ、こういうのもな、仕事にしながらできっとな、とてもとてもいい副業にとかなったりするのかもしれないんだけど、でもな、副業と思うと大変だもんな、こういうのちゃんとやってると思うとな。こういうね、コメントとかさ、和金とかはさ、強いからさ、多分ね、なかなか死なないんだけど、高価な魚、ランチュードガだとさ、多分すぐ死んじゃうよね。ホコサインヌもそうね、このランチューも。クイズも、これ今年生まれのやつ。これもね、なんぼか死んじゃったんだな。でも生き残ってるやつらだけ。かわいいな、これな。魚。なんてずっと見てられんの、本当にずっと見てられんの、こういうの。多分魚好きな人だと分かると思うんですけど、本当1時間とか2時間ずっと見てられるんだよね、無駄に。本当に仕事から帰ってきてずっと見ながらさ、餌やってる。いいな、いやいいな、本当にこれたまらないな、見てっと。これもね、届いた時これの半分くらいの大きさだったの。でも半分くらいほんで死んじゃったね、やっぱり。でもここまで大きくなるともう多分大丈夫だな。うん、いいね。はい、明日ラウトガクトとお混ぜの準備していきます。はい、今日はとりあえず車の仕事と全く関係のない動画になりましたまあでもね、謎場にはこんな感じの金魚スクイードがくじ引き屋さんだね、やってます。まあね、やっぱ仕事楽しくやんないとね、本当に楽しくだな、楽しくやって一生懸命やんないとね。遊ぶ時はしっかり遊んで、仕事する時もしっかり仕事してね、メリハリは大事だと思います。それ、本ではじゃあとりあえず今日は今からお祭りの準備をして、週末屋台の方、相馬の方かな、相馬の浜の方でお祭りあったんでね、花火大会かな確か、そちらの方に出店予定しておりました。低価格車専門店ピース、今日は車屋の動画ではなかったんですけども、まあ、今度やってね、金魚すくい屋さんとかやっております。まあ、何かありましたら車のことで何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。